ブログで稼げてる人と稼げない人っていうのは明確な違いがありますその違いっていうのはそんなに大きな違いじゃないと僕は思っています自分が読まない記事なんて他人はもっと読んでくれないですよ壁にぶつかった時にどうするかっていうところに大きく差が生まれますはいどうも中島です今日の動画はブログで稼げる人と稼げない人 というテーマで話をしていきます。まあ、ブログでね、お金を稼げるっていうのは、もう今では一般的になってきてますよね。すごく、副業とかでブログをやる人っていうのも増えています。僕16年前からやってますけど、16年前っていうのはほとんどね、そんなブログでお金稼げるとか、そんなことも知らなくて、まあ、ブログ自体はやってる人結構いたんですけど、ブログでお金稼げるっていう人は知らなかったんですけど、今は。まあ、そういうのもね、やっぱ広がってきていて、すごくブログをやる人っていうのが増えています。ただ、その中でも、ブログをやっていてもね、稼げる人と稼げない人っていうのがいます。 じゃあ、その、稼げる人と稼げない人ってのは何が違うんだろうというのが今日の本題ですね。まあそういうのを僕の視点で、こう違う意義をね、解説していこうかなと思います。で、今日の話は SEO で上位表示ができているとか、 あとは、稼げてる人はコンテンツの質が高いとか、そういう話はしません。またね、別の角度から話をしていこうと思うので、ぜひ楽しみにしてください。結論から言うと、ブログで稼げてる人と稼げない人っていうのは明確な違いがあります。ただ、その違いっていうのはそんなに大きな違いじゃないと僕は思っています。まあ、小さなこととかね、地道なことの積み重ねっていうのが、まあ何年もすると致命的な差になる。 と僕は考えています。で、重要なことは、凡事徹底ですね。凡事っていうのは、まあ、当たり前のことっていう意味なんですけど、凡事だからといって、簡単ではないんですよね。まあ、ここをぜひ押さえておいてください。ブログで稼ごうと思ったら、まずは当たり前のことをどこまでやりきれるか、というのがすごく重要で、まあ、いろいろね、文章術とか、あとは、 まあブログとか SEO とかそういうもののテクニックってあるんですけどそういうものっていうのはまあその後の話ですね。まずは当たり前のことをやり切った後にテクニックとかが重要になってくるのでまあテクニックとかねそういうところばっかりを気にしてしまう人っていうのはなかなか稼げるようにならないから注意をしてください。ブログで稼げる人と稼げられない人の違いですね。一つ目が自信があるかないかですね。まあ正直まあ自分がねこうブログをやっていく上で不安な気持ち で、ブログやってる人て結構多いと思うんですよ。こんなこと書いて大丈夫なのかなとか、まあブログってこんな感じでいいのかなとか、まあそういうふうに思っている人ってたくさんいると思うんですけど、正直不安な気持ちで作ったブログって信頼されにくいと僕は思っています。自信満々で書いてくれている方が読者としては安心するじゃないですか。それこそブログのね、記事の中にと思いますっていうのが連発していたらどう思いますか自分が 何か悩みを抱えていて、その悩みを解決するためにね、解決策を探しにいろんなブログを読んでる時に、と思いますって連発されてる記事を見たら不安にならないです。その信頼されなくなってしまう人との原因かなと思うので、やっぱり自信がないっていうのはよくわからないんですよね。ブログを始めたての人っていうのは、ブログ始めてでよくわからない。で、不安な気持ち抱えてる人が多いんじゃないかなと思います。で、この不安な気持ちを抱えるっていうのは、これは全然いいことというか、もうしょうがないんですよね。はい。もう誰でも同じです。 そういうのがないっていう人はほとんどいないのかなと思うんですけど、ただ不安な気持ちを抱えているって、で、そこからのアプローチっていうのが稼げる人と稼げない人では違うかなと思っています。で、稼げない人はどうするかっていうとですね、その不安な気持ちをそのまま引きずったまま作業を続けていくんですよね。まあよくわからないんだけど、まあまあいいかって言って作業を進めていくってことなんですけど、実際それってあんまり良くないんですよね。 さっきの話と同じなんですけど、不安な気持ちをそのまま抱えていると、それが文章に出ちゃうわけですよ。と思いますとか、らしいですとか、そうです、みたいなことばっかりになって、それで、まあなかなか信頼されないような文章になっちまうと。そういう不安な気持ちって読者に伝わったりするので、その不安な気持ちのままブログを続けていくっていうのはあんまり良くないです。じゃあ稼げる人がどうするかっていうと、この不安を取り除くための努力をするわけですよ。例えばネットとか YouTube で勉強するとか、あとは知り合いに聞くとかですね。まあ僕も YouTube で散々ね。 ブログに関しての話をするんですけど、そういうのを何回も何回も見て、自分の疑問とか不安が解消されるようにするっていうことですね。で、勘違いしないでほしいのは、この話をしたからって言ってね、別にブログで稼げない人が何も努力してないっていうふうに言いたいわけじゃないんです。ちゃんと稼げない人は稼げない人なりに努力はしていると思います。ただ、この努力の仕方っていうのと、まあ稼げない人の努力っていうのは、やっぱそれが継続できない。もうすぐにちょっと努力してもやめてしまうとか。まあそういうことがあるので、なかなかね、 その自分の不安を払拭するところまでは至らないということですね。重要なことは、正解っていうのはないんだけど、自分なりに結論を出すっていうのがすごく重要。まあ、ブログの作業とか SEO もそうなんですけど、正解ってないんですよ。何をどうしたらいいかなっていうのは、本当に正解なくて、人それぞれ選択肢っていうのは違って、まあ、いろんなゴールの生き方があるんですけど、だから正解って探そうとしても、ま探せない。でも、正解かどうかは分からないんだけど、自分なりにこう思うからこうするっていう結論を出せるかどうかっていうのがすごく大事だと思います。 なので、まあ言いたいことはね、ブログをやってお金を稼ごうと思うんだったら、自信を持ちましょうっていう話ですね。例えば、脱毛のブログをやってるんだったら、脱毛に関してはもう誰よりも詳しいと。その上で、脱毛っていうのは本当にいいもので、自分は脱毛で人生変わったと。だから脱毛の良さをみんなに知ってほしいっていう思いでやってるブログっていうのは、やっぱりね、その読者を引きつける力があるんですよね。ぶっちゃけ、ブログとか SEO がよくわからなくても、そういうブログっていうのは稼げる可能性が十分にあります。 なので、まあ、自信を持って、ね、ブログやるっていうのは大事なことなので、まあ、ここがね、違うところなのかなと思います。で、2つ目が壁にぶつかった時の対処法ですね。ブログをやっていくと、いろいろとうまくいかないことっていうのがあるんじゃないかなと思います。わかりやすいところで言うと、SEO で上がらないとかね、どんなに頑張って記事を書いても SEO で全然上がりませんと。 っていうのってあると思うんですよ。これね、正直誰でも同じなんですよ。僕も同じでブログをやっていてもうまくいかないことっていうのは本当によくあります。この壁にぶつかった時にどうするかっていうところがめちゃくちゃ重要なんですよ。で、ここに大きな差があると思っています。壁にぶつかるのは誰でも同じ。でも、その壁にぶつかってからどうするかっていうところに差があるということですね。稼げる人っていうのはどうするかっていうと、壁にぶつかった時にどうすればその壁を越えられるかっていうのを考えるわけですよ。で、もうちょっと踏み込むと、まあ、仮説を立てて、それを実際に検証してみる。 これを繰り返すってことです。で、そうすると、最終的には、いつかはその壁、越えられるんですよ。まあもちろん、絶対に越えられないような壁っていうのもあったりするんですけど、ただ、仮説を立てて検証していくと、まあ大抵の壁っていうのを越えられます。特にブログとか、そういうものであれば。越えられない壁ってなかなかないです。ただ、一方で稼げない人がどうするかっていうとですね、壁があったら、そのままその壁の前で立ち止まるか、引き返します。こういう人がほとんどじゃないかなと思います。まあ要は、壁を越えるという発想になるっていうか、壁、 からどうしたら逃げられるかって考えてしまうってことですね。で、これも誤解のないように言っておくと、壁によってはね、回避した方がいいものもあるんですよ。わざわざその壁に突っ込んでいかなくていいじゃんみたいな。他にも道があるんだから回避した方がいいよねっていうものもあったりするんですけど、ただ、中には絶対にこの壁越えないと結果出ないよねっていうものもあったりするわけです。まあ、回避し続けていたら全然こっちのゴールにたどり着かないみたいな。ね、いつまで経っても他のところにしか行かないので、 なので、そういう壁っていうのはちゃんと越えなきゃいけないんですけど、まあその壁の越え方を分からないと。で、ブログをやるときに重要なことっていうのは、うまくいかないから、じゃあどうするっていうのを考えることなんですよ。さっきも言ったんですけど、壁にぶち当たるっていうのは誰でも同じなんですよ。僕も同じ。もう誰でも同じ。ブログをずっとやってる人でも、いくら稼いでる人でも同じなんです。壁にぶつかるのは同じなんです。だからそれは普通だと思ってください。そこからね。 壁にぶつかったところからどうするのか、どうやったらその壁を越えられるのかっていうのを考えるのが僕らの仕事なんですよね。これもよく言う話なんですけど、みんなができないから価値があるんです。ブログを作りました、記事を書きました、それでお金稼ぎました。だったら誰でもできるわけじゃないですか。もちろん16年前とか20年前とかだったらね、やってる人が少ないんで、それでもお金稼ぎたかもしれないんですけど、今はまあ副業とかでもやってる人が多いよっていう話をね、オープニングの方でもしたんですけど、まあそういう風にやってる人が多いので、だから誰でもできることやっててもお金稼げないんですよ。 じゃあ誰でもできないこと。まあみんなができないことって何だろうっていうと、それなんですよ。壁にぶつかった時に、その壁をどうしたら越えられるかっていうのを考えて、まあ仮説検証みたいなのをどんどんして壁を越えていけるか。ここに、まあ価値がある。だからこれっていうのはできるようにならないとなかなかお金稼げるようにならないので、ぜひブログでね、稼ぎたい人っていうのは意識してもらうといいんじゃないかなと思います。 で、三つ目の違いが、凡事徹底できているかですね。まあ、凡事徹底、要するに、当たり前のことをどこまでやりきれるかっていう話ですね。ブログの凡事徹底ってどういうものかっていうと、例えば、読者に役立つコンテンツを作る。まあ、そのために勉強する。あとは短期視点じゃなく、長期視点で取り組む。できないことは努力してスキルアップする。保持脱字がないように気をつける。とかですね。 聞いてても当たり前の話っちゃ当たり前の話じゃないですか別にこれ自体はねブログを全然やってないとかブログで稼ぎない人でも理解できるはずなんですよゴジ脱字がない方がいいなんていうのは誰でも分かるじゃないですかまあブログを知らなくても理解できることですよね <laughs> じゃああなたは凡事徹底できていますかって聞かれた時におそらくできていないと思うんですよぶっちゃけゴジ脱字なんかよりも SEO でどうすれば上がるか知りたいっていうのが本音だと思うんですまあでも厳しいことを言うんですけどだからうまくいかないんですよ まあ、例えばなんですけど、リード文の冒頭で5字がある人って結構いるんですよ。もう最初の本当に記事始まって、も、ま、う、あ、何文字とかで5字ってる人って結構いるんだけど、そういう人は稼げないです。なぜかって言ったらそういう人はね、もうその時点で自分の記事読んでないのがわかるじゃないですか。だって冒頭ですよ。冒頭なんてもう読み始めたら数秒でわかるようなところに誤字があるっていうことは読んでないんです。で、自分が読まない記事なんて他人はもっと読んでくれないですよ。 まあそれでね、お金を稼ごうと思ってるんだったら、やっぱりそういう記事はちゃんと読み込まないとダメです。稼ぐための記事を読まないっていうのはやっぱりよくなくて、それってね、例えるんだったら、自分の作ったラーメンの味を知らないラーメン屋さんみたいなもんですよ。いや、そんなラーメン屋さん行くの怖くないですか自分がラーメン屋さん行った時に、ラーメン出てきて、いや、でも、一回も食べたことないんですけどねって言われたら、そのラーメン食べます。いや、怖いですよね。まあ、それと同じだと思うんですよ。 だから、ちゃんとね、その記事でお金を稼ごうと思うんだったら、その記事っていうのはちゃんと読まなければいけない。まあ、絶対に誤字脱字をするなとは言わないんです。全部完璧になくすっていうのは難しいんですけど、ただ少なくとも冒頭の、そんな最初のところで誤字が出てくるような記事書いてたら、やっぱりそれは取り組み方 とか、そういうところに問題があるので、まあそのままじゃ稼げないかなと思います。稼げない理由っていうのはね、知識とか経験とかテクニックとかそういうところじゃない人が多いです。もちろん稼ぐために知識、経験、テクニックっていうのは重要な要素ではあるんですけど、でもそれよりももっと前ですね、取り組み方とか姿勢のところができていないから稼げていないっていう人が多いんじゃないかなと思います。まあ早くね、楽に稼ぎたいっていう気持ちが先行しすぎちゃって、凡事徹底っていうのを無視してしまっているということですね。そうなると、結果的にいつまで経っても稼げない。 ということになってしまいます。はい。ま、あ現実的にはね、ポンジ徹底ってめちゃくちゃ難しいんですよ。もうほんと難しいです。ま、あそのゴジダツジが分かりやすいんでね、ゴジダツジで話をするんですけど、もうゴジダツジを完璧になくすなんていうのは本当に難しいです。もうどんだけ記事をね、何回も何回も読んだところでゴジダツジっていうのはね、なんかどっかしらにあるものなんですよ。なんですけど、ま、あそういうのをちゃんとなくしていかなきゃダメだよねっていう話です。できる範囲でね。ま、あでも、このゴジダツジの話もね、やろうと思ったら誰でもできるじゃないですか。 そこに何か特別なスキルがいるかって言われたらいらないですよね。初心者に関しては、特にブログに関してできることっていうのがかなり少ないと思います。まあいろいろとね、高品質な記事を書こうねとか、ヒリンク獲得しようねとか、まあサイト設計画とかいろんな話ありますけど、でもぶっちゃけよくわからないじゃないですか。そうやって、できないこととか、わからないことだらけだからこそ重要になってくるのが、できることだけはきっちりとやりきることですね。なので、まあヒリンク獲得とか、できないけど、せめて、5時脱時だけは絶対にしないようにしようとか、 まあなかなかこう伝わるような文章を書くっていうのは難しいんだけど、それでもすごく詳しい知識だけは身につけておこうとか、まあそういうふうにするってことですね。それはできることじゃないですか。自分の努力次第でできることなんで、せめてそっちだけはやりましょうっていう話です。 はい。で、稼げない人っていうのはね、結構、拡張バイアスに陥ってしまっている人も多いんじゃないかなと思います。なので、拡張バイアスに陥っちゃうと、う稼げなくなっちゃうから、ここは注意してほしいなと思います。で、拡張バイアスって何かっていうと、まあ、簡単に言うと、自分にとって都合のいい情報だけを集めるっていうのが拡張バイアスですね。要は、好きなことで稼ぎたい。 って思ってる人は、好きなことで楽しく稼いでいる人しか見ないということですね。そういう好きなことで楽しく稼いでいる人以外にもね、めちゃくちゃ泥臭いような努力とか、まあ地道な活動っていうのは長いことやって稼げるようになってる人っていうのもいるんですよ。まあ僕もどっちかってうとそのタイプなんじゃないかなと思います。まあ16年前からブログやってますし、発行者上があるまで2年とかかかって、まあ月100万超えるのに10年以上かかってますけど、まあそんな人ってなかなかいないと思うんですよね。でも、そういうね、なんか僕みたいな、 人よりも、やっぱりここ数年、それこそ1年以内に月100万円とかいった人を、まあ注目してしまうわけです。それは自分がそうなりたいから。で、それ自体が完璧に悪いとは言わないんですけど、ただ自分にとって都合の悪いことを見なくてね、自分にとって都合のいいところだけを見ていくっていうのは、やっぱりいろんな選択をする上では良くないんですよ。まあ、確証バイアスっていう言葉がある通りね。 そういう好きなことをやって楽しく稼いでる人だけを見て、自分もじゃあそれの真似をして好きなことだけで稼ごう。と続けど稼げないわけです。で、僕はね、そういう時に重要になってくるのは、俯瞰力とか、客観力みたいなものがすごい重要かなと思います。な、ま、ぜ、あ、かって言ったら、そういうものがあれば、冷静な判断ができるからね。例えば、素人が誰でもできることで短期間で稼ぐとか、そんなものがあった時に、いや、もう、客観的にね、俯瞰的に見て、簡単、できるわけないんですよ、そんなの。素人が簡単にできることでね。 短期間で稼ぐっていや、そんなのができたら、本当誰も苦労しないので。ただ SN、SNS を見ちゃうと、そういう人もいるわけですよ。まあ、世の中いっぱい人がいるんでね。 で、そういうのを見てると、ああ、じゃあ自分にもできるんじゃないかな、とかって思っちゃうんですけど、別に、じゃあ自分にもできるかもっていうところに全く何も根拠がないじゃないですか。この人ができるから自分にもできるかもって。いや、まあそうやって思っちゃう気持ちはわかるんですけど、別にそこに根拠があるかって言ったらなかなかないですよね。まあそれって言ってしまえば自分がそう思いたいだけなので、ね、自分が楽に稼ぎたい。なので、まあその時点で冷静な判断ができていないってことになるので、お金を稼ぐことがどういうことかとか、まあそれってもう大人ならわかると思うんですよ。普通にサラリーマンとしてお金稼いでる人も多いので。 そういうサラリーマンで必死に働いてお金稼いでるのに、いきなりね、その誰でも素人でも短期間でお金稼げるみたいなのを騙されるっていうのはやっぱり良くないんでね。まあそういう自分にとって都合のいい情報を集めてしまうっていう確証バイアスに陥らないように注意してほしいなと思います。 っていうことで、今日のまとめですね。今日はブログで稼げる人と稼げない人の違いについて話をしてきました。一つ目が、自信があるかないかですね。まあ、不安な気持ちで作ったブログっていうのは信用されにくいと思っています。まあ、自信満々な方が読者は安心するのでね。重要なことは、ブログとか SEO ぎに正解っていうのはないんですけど、まあ、自分なりに結論を出すことですね。こうだからこうとか、これはこうなってるんじゃないかとか、そういうのをからないなりに考えるっていうのが重要です。ブログをやってお金稼ぐんだったらね、ぜひ自信を持ってやっていきましょう。二つ目が、壁にぶつかった時の対処法ですね。 うまくいかないっていうのは誰でも同じです。僕でも壁にぶつかる時っていうのはよくあります。この壁につぶつかった時にどうするかっていうところに大きく差が生まれます。重要なことは、うまくいかないからどうするということですね。うまくいかないっていうのは全然普通のことで、そこからどうするかを考えるのが仕事なので、まあみんなできないからこそそこには価値があるのでね、そういうところから逃げずに真正面から向き合うようにしてください。3つ目が、凡時徹底できているからですね。凡時徹底っていうのはつまりは、 当たり前のことをどれこまでやりきれるかですね。まあこれが凡事徹底です。で、稼ぎていない原因っていうのはね、知識、経験、テクニックじゃないことがほとんどです。まあ早く楽に稼ぎたいっていう気持ちが先行しすぎて、この凡事徹底を無視してしまっているケースが多いんでね。そうなると結果的にいつまでも稼げなくなってしまうので、まあただ、凡事徹底するっていうのはね、現実的にはめちゃくちゃ難しいことなんですよ。ただ、やろうと思ったら誰でもできることも多いので、まあ重要なことっていうのはできることだけはきっちりやりきることかなと思います。 で、拡張バイアスに陥っちゃうとね、稼げない人になってしまう可能性があるから、そこは十分に注意をしてください。拡張バイアスっていうのは自分にとって都合のいい情報だけを集めることですね。重要なことは、俯瞰力と客観力ですね。まあそういうものがあると、冷静な判断ができるようになるので、そこはぜひ意識をしてほしいなと思います。まあ僕ね、16年前から本当にブログをやってるんですけど、まあ16年前っていうのは本当にブログで稼ごうとしてる人っていうのは今よりは少なかったんですけど、今本当に増えましたよね。周、ま、り、あ、あでも副業でブログやってますっていう人は増えたので。まあでもその中でもね、稼げる人と稼げない人に分かれてしまうので、まあそこに何 が違うのかっていうところを解説しましたまあ、ブログで稼げる人と稼げない人にはね僕は明確な違いがあると思っていますただ今日解説してきた通りその差っていうのは本当にそんなに大きな差ではないですただその大きな差ではないもの小さいものが積み重なっていって何年もすると致命的な差になっていくので ま、重要なことは凡事徹底ですね。当たり前のことをどこまでやりきれるかなんですけど、この凡事って言うのが簡単かって言われたらそんなことはないので。な、なので、まずブログで稼ごうと思ったらね、まずは当たり前のことをどこまでやりきれるかっていうのを意識してみてください。以上、参考にしてもらえると嬉しいです。 ブログのノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやってます。ブログ収益化までを体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために、文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。<music> ということで今日は、ブログで稼げる人と稼げない人の違いという話をしてきたんですけども、まあこの話をしてるとね、 今からブログやっても稼げるのみたいな質問っていまだに来るんですよ。はい。で、これに対してね、あの僕からの回答はいや、稼げます。全員が稼げるとは言わないですけど、普通に今からブログ始めて稼げるか稼げないかって言われたら全然稼げます。ただ、ブログをやってる人はね、数ヶ月とか半年ブログやってると、自分がブログを始める前には分からなかったこと。 まあこんなにブログで稼げるのが難しいとは思わなかったって人結構多いんじゃないかなと思います。まあその気持ちめっちゃわかります。僕も16年前に全く同じこと思ったんで、全然もっと余裕で稼げると思ったらめちゃくちゃブログで稼ぐの難しいじゃんみたいな。とはいえね、ブログでお金稼ぐって1万分の1を目指すような作業ではないわけですよ。まあ確率がどのぐらいかはわからないですけど、まあ100分の1とか50分の1ぐらいになれば、ブログで少なからずは稼げるはずです。 ブログでお金稼ぐだけだったら正直そんなに難しいことって必要ないんですよねまあ今日もね本編の中で凡事徹底っていう話をしたんですけどこの凡事徹底さえできていれば多少は稼げます なので、当たり前のことをするだけということですね。重要なことっていうのは稼げない原因を知識とか経験のせいにしないっていうのは、これ結構重要なことなんじゃないかなと思います。なので、まずね、自分でブログで稼げないと思っているんだったら、まずはできることだけでもできているかというところを確認してみてください。まあそこからスタートする方がね、絶対に後で稼げるようになるんじゃないかなと思います。ブログで稼ぐっていうのは本当に地道な 努力の積み重ねですはい、まあ、ブログはね、まあ、これからでも稼げるのかって言われるんですけどまあ全然僕はね稼げるかなと思いますもちろん稼ぐっていうのは大変なことだし簡単なことではないんですけどただ努力次第ではまだまだ稼げると思っているのでこれからのブログ運営一つ一つ積み上げていけるようにしましょうということで今日の動画は以上になりますありがとうございました今日のアベメモです小さな差が積み重なって大きな差になる自信を持つ知識を得て自分なりの正解を出す壁にぶつかったらどう乗り越えるか考える 仮説検証を繰り返す人は少ない、イコール価値がある。当たり前のこと、自分ができることをやりきる。拡張バイアスに注意、不瞰力、客観力を持つ。